親のために頑張る平野潮の再デビュー物語家族愛が彼を前進させた理由。平野潮26がキング・アンドスを脱退してからわずか45日後に、滝沢秀明氏41の株式会社とベに合流し再デビューすることを発表しました。彼の活動再開の背後には彼が頑張っているのは親のためと話すように 常に母親への思いが存在していました。この記事では、平野の母親への深い絆と再デビューへの背景を探りながら、彼の創造的な芸能活動への展望についても考察します。平野仕様は、7月7日に行われた YouTube の生配信で、滝沢秀明氏が設立した株式会社とべに合流することを発表しました。 元キンプリの人竜寺ゆうた25も同様に飛べでの活動を予定しています。平野は5月22日にキンプリを脱退し、サイデビューはソロまたは人竜寺とのユニットとして行われる予定です。この生配信では彼の笑顔が印象的であり、サイデビューに向けて新たな気持ちで前進している様子が伝わってきました。音楽関係者によると、 平野は滝沢市の会社との業務提携をする予定であり、弟が代表を務める事務所に所属する可能性もあるとのことです。彼は金プリの最後の出演となった音楽番組、メニュー 101NHK で号泣し、別れを惜しんでいました。多忙な日々を終え、 しばらくは休養するかと思われましたが、わずか45日後に芸能活動を再開するという驚きのスピードです。一体何が彼をここまで急がせたのでしょうか。芸能関係者によれば、平野の再デビューには母親の存在が大きく関わっていたといいます。彼の芸能活動の背後には、常に母親への思いがあったのです。 平野さんは小学4年生の頃に両親が離婚し、母親によって彼と弟は女で一つで育てられました。その頃から彼は母親に負担をかけたくないという思いを抱いていたようです。彼は過去に放送されたドキュメンタリー番組ライドオンタイムフジテレビ系で次のように語っています。基本頑張っているのは親のためなんですよ。 母子家庭なので、僕、一回親が死にそうになっていたので、と、彼が東京での仕事を増やしていく中で、母親が大量を患い名古屋で入院することになりました。本当は彼は母親のそばにいたかったのですが、仕事のために手術に付き添うことができませんでした。このような経験から、平野のダンスの実力にも母親が大きな影響を与えていました。 彼が小学2年生の頃からダンスを習っていた際、母親はいつも練習に付き合ってくれていました。ある時、彼はダンスの練習で膝を痛め、手術が必要になりました。母親が夜中に手術代の年室について話しているのを聞いてしまった彼は、親を困らせるぐらいなら手術なんてしなくていい、と思い、涙を流したと言います。しかし、 平野は手術を受け、その後も様々な激しいダンスパフォーマンスを披露してきました。彼はインタビューで僕が何か人生で大きな決断をするときの判断材料の一つに母親に喜んでほしいってことがある気がします、と語っています。このように彼の母親への深い愛情と感謝の気持ちが再デビューへの背中を押していたのでしょう。 母親への思いが再デビューへの背景となった平野耀の物語は多くの人々に感動を与えています。彼が再びステージに立つことで、テレビ局や企業からも彼を熱望する声が上がっています。滝沢秀明氏の株式会社とべとの業務提携により、彼は様々な音楽活動や俳優業にも挑戦することが期待されています。平野の再デビューには、 彼が膝の手術台で母親を困らせ、それによって彼が抱く申し訳ない気持ちが大きな影響を与えていたことがわかります。彼の母親への恩返しの気持ちが彼の芸能活動への情熱を再燃させたのです。これからの平野の活動にはダンスやラップ、ヒッツホップといった彼の得意分野を活かした創造的な表現が期待されます。 彼の母親への思いを胸に彼のショーはまだ終わりません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。